ございます。平成20年4月2日に NDR 株式会社からアソシエ桜の苗木が1000本贈呈されました。贈呈された桜の苗木は阿蘇市長から車帰り区長の山本貴則区長へ贈られ、村上社長、山本区長、佐藤市長による記念の植樹が行われました。その後、早速地元地区の人たちによる植樹が車帰り一帯で実施されました。